先輩、もう観念して占ってもらいましょう。え？抵抗するだけ時間もったいないし、順番待ってる人の迷惑になるっす。じゃあ。うわって言った。せめて聞こえないようリアクションしてくれ。終わりました。全然わかんないけど、どう？まあ、占いは所詮占いなんで、個人の意思を決定するものではないし、当人同士の気持ち次第というか。なんでそんなたくさん前置き言うの？そんなに悪いの？引くくらいいいですね。引くくらい？これはちょっとヤバいです。ヤバいの？去年から通算してもこんなにバッチリなカップル初めてですね。このカードは2人のノリが合っていることを表し、こちらのカードはお互いの信頼、こちらは将来の安定、こちらなんかは最良なカップルを意味しますし、うはー、こんなに出揃うことなんてあるんですね。ああ、まずい、伊藤ちゃんのエンジンかかってきた。あ、でも花ちゃんと先輩さんは付き合ってないと聞いてますが。そうですか、もったいないな、こんなに相性いいのに。なんで付き合ってないんですか？うっさー、ほとんど女性だけなのに男女で入ってくる人珍しいですから、もう占いの必要ないでしょうって思いましたもん。並んでいる人たちも絶対そういう風に見てたと思いますよ。本当に付き合えばいいのに。だってこんなに相性いいんですよ。それにこの前も校内で寝ながら抱き合って。オッケー、伊藤ちゃん、もうその辺でオーバーキルだわ。